クリエイターからいろいろなものを作りたい、例えば作品集を作りたいとかそういった話が来るんですけど、その時にそれじゃあ紙をどうしたらいいのかとか、正反的にどうしたらいいのかと、クリエイターの要望に沿った、ディレクションをしていくっていう形ですね。だからそれはやはり、クライアントのコストとかいろんな面を考えてあげながら、いい作品がどうやってできていくのかっていう細部まで細かく設計をするっていうところですね。チャレンジ&、要望に応えるっていうところが必要でしょうね。これはもうできませんとかいうの僕大嫌い。できないっていうことをなんでできないんだっていう話をするんですけど、印刷でできないっていうことは僕は言ったことがないと思ってるし、やはりそのもの一つに、ハートを込めればいいと。要は人を好きになるのと同じように、作品を好きになれば夢中になってそれに没頭していくっていうところが必要なので。やはりペーパーメディアとしてこういったものっていうのはすごく世の中に残っていくもんじゃないですか。だからそういったものをきちっと残すっていうのがプリンター人として重要だと思うし、昔だったらもう水割り印刷1本だったのが、今 UV 印刷とか水なし印刷とかいろんな手法が使えてきて、だからそういったことで印刷の幅っていうのがすごく広がってきてるわけなので、そういったことをうまくそれぞれのところ工程をうまく利用することによって、今までにないような本ができていくっていうのが、これから先もどんどん進化していくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。今の学生っていうのは Mac でできちゃったっていう そうじゃなくて、やはり漢符を自分で書くような姿勢を持ってないとダメかな。だから昔のデザイナーっていうのはもう漢符から始まって、文字の中枢から全て計算して、写植を打ってっていう、そういうやり方だったじゃない。今簡単にちょちょちょってやるとすぐできてしまう。便利なようで、逆に考える、手を動かして考える、スケッチを描いて考えるっていう、そこら辺が抜けてくるっていうところがあるので、やはり僕はデザイナーを目指してる方々、ディレクターを目指してる人間もそうなんですけど、そういった面でやはり、書くっていうことがすごく必要。Mac のモニターなんてものすごい色が鮮やかじゃないそうですね。あんな色出る印刷では結構ないし、だからそれを見てて、やっぱりアナログを知ってないから、もう Mac の色の鮮やかさだけを見てるっていう若者が多いので、だからそれを実際に印刷に置き換えたらどうなのっていうところをきちっと YMCK の幅の中のでカラーを見るっていう、そういった訓練も必要なのかなというふうに思います。